プロセスの抽象度レベルプロセスモデルという用語は様々な文脈で使われる。例えば事業プロセスモデリングにおける事業大プロセスモデルはしばしば事業プロセスモデルとして参照される。プロセスモデルはプロセス工学専門領域での中核概念である。プロセスモデルは一つのモデルで一緒に分類される同じ性格のプロセスである。そこで 一つのプロセスモデルは、そのレベルタイプでのプロセスの一つの記述である。そのプロセスモデルはそのレベルタイプにあることから、プロセスは、それの一つのインスタンスである。同じプロセスモデルは、多くのアプリケーションの開発のため繰り返し使われ、そして多くのインスタンスを持つ。プロセスモデルの一つの可能な利用は、何が実際に起こったかのプロセス自身に対比した。 どのように物事が行われなければいけないるべきレールかを定める。プロセスモデルはプロセスがどのように見えるかの大まかな期待である。どんなプロセスが実際のシステム開発中に決められるべきである。プロセスモデルの目的は以下のである理論的視点からメタプロセスモデリングは開発プロセスで何が起こるか。 記述するのに必要な主要な概念を説明する。運用的視点から、メタプロセスモデリングは、手法工学とアプリケーション開発のためのガイダンスを提供することが目的である。事業プロセスのモデリングの活動は、通常、プロセス変更へのニーズを論じ、そして修正すべき課題を識別する。これの転換は、事業プロセスを モデル化するための共通な駆動力であるかもしれないが、IT 関連であるかもしれないしそうでないかもしれない。変更管理プログラムは、プロセスを実践に置くため求められる。大規模、プラットフォームベンダーからの技術の進歩とともに、完全な実行可能になった、事業プロセスモデルのビジョンが、日々現実に近づいている。支援技術には、アンル、モデル駆動型仕組み、 およびサービス施行仕組み等を含む。プロセスモデリングはエンタープライズアーキテクチャのすべてを包含する先導であるエンタープライズビジネスアーキテクチャのプロセス的局面を取り扱う。事業体システム、データ、組織的構造、戦略等に残された分脈での事業プロセスの関係性は変更の分析と計画における大きな能力を作り出す。 実世界での一つの例は、合併と吸収にある、詳細に両者のプロセスを理解し、円滑な合併に着着する、上調性を認識するための管理を可能にする。プロセスモデリングは、常に、事業プロセス再設計とシックスシグマにおける、継続的改善アプローチのキーとなる局面である。用語、事業モデルには異なって定義される三つのカバー範囲が、存在する。 プロセスは異なる種類であり得る。これらの定義は、プロセスが、モデル化できる、種々の方法に対応する。流度は、プロセスモデルの詳細さのレベルを参照し、提供できるガイダンス、説明、及び追跡の種類に影響する。細かい解像度がより詳細化の能力提供するのに、対し、行為の解像度は、どちらかといえば、これらを、 詳細さの荒いレベルに制限する。必要な解像度の性格は手元にある状況に依存する。プロジェクト管理者、顧客代表者、召喚、トップ、または中間管理者は彼らの意思決定のための超過時間、予算、及び資源計画の全貌を得たいと望むとき、どちらかといえば大きな流度のプロセス技術を求める。対照的にソフトウェアエンジニア、 ユーザー、テスト担当者、分析者、あるいはソフトウェアシステム仕組み師は、彼らに、人の間の依存関係のような指図や重要な、実行依存性を提供するモデルの詳細のため、より細かい流度のプロセスモデルを好む。より細かいモデルの表記が存在する一方で、ほとんどの伝統的なプロセスモデルは、大きな流度での記述である。プロセスモデルは、 理想的には幅広い流度のレンジを提供すべきである。手法構築の柔軟性プロセスモデルが規範的である一方で、実際の実務では規範からの逸脱が起こることに気づいた。そこでシステム開発手法が特定の組織的状況に合致し、かつ彼らの有用性を彼ら自身で改善するため、方法論を採用するフレームワークが発展した。 そのようなフレームワークの開発は状況的手法工学とも呼ばれる。手法構築アプローチは低いから高いまで柔軟なスペクトルレンジで組織化され得る。このスペクトルの低い終端に横たわるのはモジュール方法の構築である高い終端に対して厳密な方法である。厳密な方法は完全にあらかじめ定義され。 そして手元の状況に、それらを適合させるため少しのスコープだけ残す。他方で、モジュール方法は、予見の状況に合致させるため変更及び拡張され、うる。厳密な方法を選ぶことは、各プロジェクトに、手元の状況のため適切な経路を選ぶことからなる。一つの手法内で経路を選択するのに対して、厳密さ。 事前定義手法のパネルからその方法を選ぶことを可能にする。最後に、一つの手法の選択と調整は、プロジェクトに異なるアプローチから手法を選び、プロジェクトのニーズにそれらを調整することを可能にする。プロセスモデルの品質がこの記事で論じているように、プロセスモデルの品質の重要な本質として、モデリング技法の品質を象述する必要がある。 品質を理解することに対し作られたほとんどの既存のフレームワークでは、モデリング技法の品質と、それらの技術のアプリケーション結果としてのモデルの品質との間の線は、明確に描かれない。このレポートは、二つの間を明確に区別するため、プロセスモデリング技法の品質とプロセスモデルの品質の両方に注力する。様々なフレームワークが、 プロセスモデリング技法の品質を理解するのを助けるため開発された。一つの例は、よく定義された品質特性のセットとこの特性の客観的査定を可能にする手順を提供することを議論する旧メフレームワークとして知られる品質ベースモデリングフレームワークである。このフレームワークは、また、一つのモデリング技法を使う一つまたは異なるモデルタイプで、 モデル要素の統一的で公式な記述を提供する利点を有する。要するにこれは前に定義された特性のセットに関してモデリング技法のプロダクト品質とプロセス品質の両方の査定を行うことができる。授業プロセスモデリング技法に関係する。 品質特性が以下に議論される QME フレームワークの品質を査定するため組織のダイナミック要点モデリング事業モデリング技法の品質を描き出すため使われる。それはデモモデリング技法への QME フレームワークの評価が QME の欠点を明記する。特定の一つはそれが異なった技法の品質を全体的レーティングによって比較するのを難しくする。 事業モデリング技法の品質を表す定量的尺度を含まないことである。ロッシュ他によって示唆された複雑性メトリクスとして知られるモデリング技法の品質測定の体系的アプローチも存在する。メタモデルの技法はこれらの複雑性メトリクス計算の基礎として使われる。クログスティによって提案された品質フレームワークとの比較で品質測定は 個別のモデルレベルに変えて技術レベルにより焦点を当てる。著者らは設計の単純さとわかりやすさを測定する複雑性メトリクスを使った。これは一つのモデルの品質特性の疑問を助ける品質メトリクスを使うことなく単純なプロセスは複雑で不適切な方法でモデル化できると論じたメンドリング他によって行われた後の研究で サポートされた。これは順次、理解性を低下させ、維持コストを増大させ、そしておそらく質問における、プロセスの非効率さを導き得た。モデリング技法の品質は、モデルの品質であり、モデルの正当性と有効性に貢献するモデルの創作において重要である。最も初期のプロセスモデルは、該当する概念、利用可能な技術、特定の実装環境、 プロセス制約などの条件でのインスタンスによって得られる実践的プロセスを伴うプロセスのダイナミクスを反映した。モデルの品質に関して大変多くの研究が行われたが、プロセスモデルの品質に向けたものは少なかった。プロセスモデルの品質課題を徹底的に評価することはできないが、次のような実践における4つの主要なガイドラインと、 フレームワークが存在する。それは、トップダウン品質フレームワーク、品質局面と関係する、ボトムアップのメトリクス、モデリング技法と関係する、経験的調査、及び実用的ガイドライン。オムは、モデル品質のすべての主要な特徴は2つのグループの、元に全てグループ化されるというワンラを引用した。ここでいう2つのグループとは、モデルの正確性と有用性であり、 正確性は、モデル化される現象へのモデル対応から、モデリングのシンタックス的ルールへのその対応まで及び、そしてそれはまたモデルが使われる目的と独立である。有用性は、モデルが最初に構築された手元の特定目的のため、役立っているとみなされる。オムはまた、内部的正確性と外部的正確性を、さらに区別した。 概念的モデルの品質を定義するための共通な出発点は、公文的と意味的が最も多く適用されるモデリング言語の言語的特性で見ることである。同じく幅広いアプローチは、シークルとして知られるトップダウンの品質フレームワークを使って、クログスティによって行われたような言語より、むしろ、記号論に基づくべきである。それは、モデル、外的要因。 ドメイン、モデリング言語、及び学習、行動の選択、あるいはモデリングのアクティビティ間の関係に基づく、いくつかの品質局面を定義する。フレームワークは、しかしながら、品質の様々な程度を決める方法を提供しないが、実証的テストで、事業プロセスモデリングのため広範囲に使われてきた。プロセスモデルの品質を評価する。 リンドランドらにより提案された概念的モデル品質フレームワークの利用を伴うムーディラによって行われた以前の研究に従って3つの品質レベルが識別された。研究から品質フレームワークがプロセスモデルの品質を評価するのに使いやすくかつ有用であるが、 しかしながらそれは信頼性に関する限界と欠陥を識別する難しさの両方を見出したことは注目された。これらの限界はクログスティによって行われた次の研究を通してフレームワークの洗練に導いた。このフレームワークは1995年のクログスティらによってシークルフレームワークと呼ばれ次の3つのさらなる品質局面を含んだ。 概念的品質フレームワークの次元。モデリングドメインは、問題ドメインを記述するため適切で正しい全ての声明のセットであり、言語拡張は、おそらく使われるモデリング言語の文法等語彙を与えられる全ての生命のセットである。モデル外面化は、問題ドメインの概念的表現である。それは、実際に作られている、問題ドメインについての声明のセットと定義される。 ソーシャルアクタ解釈とテクニカルアクタ解釈は人間モデルユーザーとモデルと相互作用するツールの両方のアクタが問題ドメインの概念的表現が含むと考える声明のセットである。最後に参加者知識はモデリングプロセスに関わる人間アクタが問題ドメインを表そうとするべき声明のセットである。これらの品質次元は モデルの物理的と社会的局面を取り扱う二つのグループに後で分けられる。後の作業で、クログスティーラは、シークルフレームワークが、初期のフレームワークのいくつかの限界を直したが、しかしながら、他の限界が残されたと表明した。特に、そのフレームワークは、主にモデルを考え、モデリング活動を考えず、 そしてモデルを、ドメインの変化への促進手段と見るよりむしろ、性的ドメインと比較し、意味的品質のそのビューではあまりにも性的である。またそのフレームワークの実用的品質の定義は、言語論と記号論における、新しい研究が単なる理解の背後に、どのようにモデルがそのインタプリタとして使われ、そして影響するかに焦点を当てる一方で、 モリスの記号論の延長での理解に焦点を当てており、全く狭い。記号論的品質フレームワークにおけるより、動的ビューのニーズは、プロセスモデリングを考えるとき、それら自身がしばしば定める、あるいは問題ドメインでの制定行動でさえ、特に明白であり、それゆえモデルへの変更が、直接的に、問題ドメインさえも変更もする。このペーパーは、 アクティブなプロセスモデルとの関係における品質フレームワークを議論し、そしてこれに基づく改定されたフレームワークを示唆する。クログスティーラによるさらなる作業は以前の研究より狭い解釈を持つ物理的品質を定義することによってアクティブなプロセスモデルにより適切であるべきシークルフレームワークを改定することであろう。使用中のその他のフレームワークは 以下の6つの原則を含む一般会計原理に基づくモデリングのガイドラインである。ほとんどの場合で組織化の目的が利益を最大化することから、その原則はモデリングプロセスのための境界を定義する。最後の原則はモデリング内で多様なビューの間での受け入れられる相違の存在を定義する体系的設計である。正しさ、関連性。 および経済的効率は、モデルの品質における前提条件であり、残りのガイドラインが選択的であるが必要であるのに対し、それらは満たされなければならない。シークルとゴムの2つのフレームワークは、それらが、モデリングの能力が乏しい人によって使えないという、利用の限界がある。それらは主要な品質メトリクスを提供するが、非熟練者によって、 簡単に適用はできない。プロセスモデルの品質局面に関係するボトムアップメトリクスの利用は、モデリングにおける非熟練者による他の二つのフレームワーク利用のギャップを橋渡しを試みるが、しかしそれはほとんど理論的であり、それらを利用をサポートする実証的テストが行われていない。実施されたほとんどの経験はメトリクスと 品質局面の間の関係を関係付けし、そしてこれらの作業は別々の著者によって個別に行われた。コンフォララはカウントメトリクス間の接続関係を学習した。カードゾはコントロールフローの複雑性と認められる複雑性の相関を検証した。そしてメンドリングラはプロセスモデルにおけるデッドロックのようなコントロールフローのエラーを予測するメトリクスを利用した。 結果は、モデルのサイズの拡大が品質とそれらの分かりやすさへ、負の影響をもって現れることを明らかにした。メンドリングラによる、さらなる作業は、メトリクスと理解感の接続を調査した。いくつかのメトリクスはそれらの影響に関して、確認される一方で、モデラーの人間的要因もまたモデルの理解のため重要であると明らかにした。 実施されたいくつかの実証的調査がプロセスモデルの品質を評価する明確なガイドラインや方法を未だ提供しないが、それはこのタスクにおけるモデラーをガイドする明確なガイドラインのセットを持つことが必要である。実用的なガイドラインは実践からそのようなガイドラインの徹底的な記述を提供することが難しいけれど、数々の実践者によって提案された。 プロセスモデリングのための10の助言で要約された。多くの技術的定義とルールが提供されたが、しかしどのように、それらの一時的ミッションにおいて、効果的な、アズ・イズ、または、2、B プロセスの理解の共有を最大化する、プロセスモデル創作するかは教えていない。ガイドラインのほとんどは、容易に実践に向けられないが、しかし、動詞名詞のラベル化活動ルールは、 他の実践者によって示唆され、そして経験的に分析された。その研究から、プロセスモデルの価値は、図的構築法の選択に依存するだけでなく、分析される、必要のある文字的ラベルを持つそれらの注釈でもある。それは、大体のラベリングシステムより理解性の基準でより良い、モデルに帰着することを気づかされた。 早期の研究とプロセスモデル品質を評価する方法からプロセスモデルのサイズ、構造、モデラーの熟練性及びモジュール性がその全体的理解可能性に影響するように見えた。これらに基づいて7つのプロセスモデリングのガイドラインとしてガイドラインのセットが表現された。このガイドラインはモデル中の要素の数、 構造化されたモデリングのアプリケーション、及びプロセスモデルの分割におけるガイドラインと、同じように、動詞、オブジェクトスタイルを利用する。そのガイドラインは、以下のである。7PMG は、未だその利用において制限があるけれど、検証問題。7PMG は、プロセスモデルのコンテンツに関係しないが、しかしこのコンテンツが、組織化され、そして表現される方法だけある。 それは、コンテンツが、相互作用を持続する一方、何が、モデルに含まれなければならないかの実用上の課題は、未だ残される。二番目の限界は、21の、プロセスモデラーにのみとの関わり合いに頼るような、小さな経験的基盤を持つ、派生されるランク付けをガイドする優先付けに関わる。これは、一方で、プロセスモデラーの、 経験の幅広い改良への必要のように見えるが、しかし、それはまた、どのような代替アプローチが、優先付けのガイドに到達するため利用可能かも、しれないという疑問もまた持ち上がる。ありがとうございます。